ですね、早速ちょっともう皆さんバリバリバリとやっていって、ちょっと試食をしたいかなと思うんですが、バリバリ砕いてもらって、ちょっとだけお皿に乗せて皆さんでいただきましょう、しましょうかね。はい、こんな感じで、はい、まあ、お好きな大きさに。めっちゃお腹いっぱいになるんですけど、これちょっとでだいぶ満足します。ではいただきます。どうぞ。はい、食べて、うん、いただきます。いただきます。うん、どうですか、お店で買うのと全然違う。うん、美味しいです。美味しい、うん、あんまりちょっとフレッシュね、フレッシュ、フレッシュか。どうですか、なんか私が大人な感じがしました。ココアの関係かな。あ、そうですね、多分ココアが、うん、あの 甘くないココア使ってるし、かもしれない。はい、どうですか、いけます、うん、美味しかった。うん、いける。マリエちゃん、ここで美味しい、美味しいよ。うん、上手に言えたね。はい、めっちゃ美味しいです。なんか私あんまり外で買ったやつ、買ってもなんか食べずに終わっちゃうことあったんですけど、なんかちょっと味はあれで、うん、でもすごい、もうチョコがめっちゃ美味しいです。だからこれからあのオフィスのおやつこれにしてね、これにします。見てください、ありがとうございます。はい、私もすごいグラノーラ好きなんですけど、すごいチョコも好きだし、グラノーラも好きなので最高です。あ、よかった。ありがとうございます。どんどん作ってください。はい。普段グラノーラを作ってる楓さん、どうでしたか。美味しいです。あ、本当ですか。チョコは初めてだったので、はい。ぜひ美味しい。これ作ります。あ、ありがとう。またあのバーベキューとか呼ばれた時にぜひ。はい。デザートで持っててください。ありがとうございます。はい、なんか甘すぎずちょうどいい感じ。これヨーグルトとか食べてもいいんですか。例えばココナッツヨーグルトとかそういうのとかだったら大丈夫。めっちゃいいです、最高の美味しい、うん、いいです、いいです。ぜひ。ココナッツヨーグルト初めて見た。なんか売ってますよね、うん、ココナッツヨーグルトとか、うん、なんか川崎にはそんなおしゃれなものないですない。ココナッツヨーグルト美味しいです。私あの YouTube でビール作ってるので、よかったら見てみてください。ココナッツヨーグルトの話、はい、日本に分けてトップで話してます。よかったらチェック。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、サクサクしててなんかもう完璧だなと思ったのと、塩分なんかちょっと塩がシーソルトがすごいあのいい味を出してるなって思いました。また次見たいと思います。ありがとうございます。あの引き立ててくれますよね、甘さをね、ちょっと塩入れたりするとね。はい、ありがとうございます。またぜひ作ってください。いや、あの無理やり健康のためにスイーツじゃなくグラノーラを選んでたんですけど、これは両方できますね。おしゃれに盛れますしね。それが感動しました。そうですね、あのメイソンジャーとかに入れてちょっとあの紐みたいな口くくってプレゼントしても、うん、すごいおしゃれで可愛くて喜ばれる。ね、メイソンジャーめっちゃ安いじゃないですか。アメリカ安いんですけど、1個1ドル50とかで買えるので、それはマリーちゃんもって、それに詰めて渡したら多分めっちゃ喜んでもらえる、うん、ね、なるほど、うん、なのでぜひですね、そうやって周りの人、自分と周りの人と喜んでもらうようなシーンに役立ててもらったら、うん、はい、ありがとうございます。はい、ストップで食べてます。お前でも本当にさっきあのもう一人のまいちゃんが言ってたけど、塩がなかなかいい味出してて、特に私シーソルトの粒がでかいやつ作ったからだと思うけど、うん、ハーモニーがたまらなく美味しいし、あとなんかこうか乾いたっていうか、その冷えた後にこんなにカリカリになるんだっていうのがすごい結構衝撃。結構私も上の方はドライだったけど、なんかちょっとモイスチャーな感じだったんだけど、今すごいいい感じのカリカリだから、そう、またなんか簡単でいいものを教えてもらったって感じです。ね。多分熱がこもってるから置いてる間に蒸発するんでしょうね、きっとね。うん。ですよね、きっと。だからカリカリになる。で、このままジャーとかに入れても全然水滴とかもちろん湿気たりとかしないので、乾燥したまま保管してもらえると思います。
はい、ありがとうございます。おいしい？かわいい。はい、フレッシュでおいしいです。はい、想像以上。ちょっとね、シーソルトを入れるの忘れちゃってて、あ、なんか皆さん今ね、塩気がすごく美味しさ引き出してるって言ったから、次はシーソルト入れて、もう年末のギフトはこれにします。そうなんだ、うん、すごくいいですね。あとやっぱりコストパフォーマンスすごくいいですね。あ、うん、そうですね。うん、あのこれだけできますもん、うん、これは私半量でもめっちゃできるので、うん、この間テストで作ったやつもまだ残ってるんですよね、うん、なのでもうほんと少量でお腹いっぱいになるし、あとはやっぱり何よりもヘルシーなものを美味しく、うん、まあ、日常に食べられるので、コストパフォーマンスは確かにめちゃめちゃいいと思います、うん、はい、あれがギフトにもございますね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、というわけで今日はですね、清美さんの熱烈リクエストで、ココアグラノラをご紹介させていただきました。ありがとうございます。で、またですね、来月も何か新しいレシピありますので、ウェブサイト行っていただいて、レシピがあります。180ちょいぐらいありますので、なんか見てこれ学びたいっていうのがあれば、もしよかったらリクエストしていただけましたらご案内もできますので、いつでもお声掛けください。ありがとうございます。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。